はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。三上ですね。マキナさんです。超久しぶりですね。お久しぶりですね。マキナさん髪短くなってますね。前回から。いや、もう前回とか覚えてない。覚えてないですか？前回はロングだったんですよ。覚えてないです。今日はですね、今どこにいるのかと言いますと。どこだここ。なんだここ。あれ。ナイス。絶対に諦めない。銚子駅。どこだ。じゃあですね、今銚子電鉄の銚子駅に来てます。あ、で、ちなみに今回もカメラは山さんにお任せいたしますんで、今日はね、2人で映れますんで、いつも自分が撮って、滝菜ちゃんなんか1人で映ってたけど、私の、ね、可愛い姿をね、そうだけだったんだけど、今日は自分も入れますんで、じゃあカメラマンお願いします。お願いします。はい、お願いします。今回は何をやりますかというと、この銚子電鉄の旅ですね。で、銚子電鉄って全部で10駅くらい、まあ、しかないっていうのもあれですけど、まあ、10駅くらいなんで、はい、それをまた回っていこうということで、こちらになります。ミカミックスお手製、はい、これで銚子電鉄の全駅ですね。全駅が乗ってます。ここからスタートして今銚子に行って、で、まあ、全駅は多分1日でね回れないんですよ、量的に。ほうほう。だからまた例によって今回はこれを用意してあります。出た、またスゴロクみたいな引いてペッてやって2って出たら、銚子から1、2って観音駅で降りて、うん、で、銚子電鉄はもう公式で各駅にミッションがあるんですよ。で、そのミッションをこなして、まあ、次の駅に行きましょうと。で、最後の、戸川駅、はい、一応時間は今日の17時までに戸川駅に着けば、まあ、ミッション完了ということで。8時15分なので、そう、今8時15分なんで時間はただ各駅のミッションは結構ね、歩くみたいなんですよ。結構歩く、3キロ4キロ歩くんで、多分1時間とか2時間とかもしかしたらかかるかもしれないんで、今日暑いじゃん、一応そこもこう引いて、あんまりね、ほら111みたいな感じになるとクリアできないから、しんどいですね。そう、直接ね、その車か歩きかっていうのを引いて、はい、で、車の場合は山さんがタクシーで運転してくれるんで、山田区でやべー、山田区、それも引きだよね。引きですか。1とか出るとちょっとやばいよね。でも3とかが出ると、うん、多分1,2,3,4,5,6、まあ、3,4 箇所で終わるんでいけると思うんですけど、はい、はい、で、あとそのミッションやってる時は結構歩くじゃん、まあ、その時はもうフリーで、なんかその美味しいものとかあったら、うん、まあ、どんどん食べて銚子電鉄を紹介していきましょうという感じで進めていきたいと思います。で、最初の銚子駅は銚子駅最初なんで、これはミッションやっていきます。はい、なんでちょっと駅から出なきゃいけないんだけど、ね、今駅入ったとこなんだけどじゃあ銚子駅の広場にちょっと行きたいと思いますんで、はい、銚子電鉄の旅やっていきましょう。はい、お願いします。銚子駅クエストみたいなのがあるんで、まあ、これを見ながらミッションをこなしていきましょうということで、はい、まずは銚子駅をやっていきます。はい、で、銚子駅発日本最大級の河川橋、こうやって出るんです、こうやって出るんです、すごくない？まあ、これ画面貼っとくんであれなんですけど、LINE みたいな感じで、なんかどこ行け、何しろみたいな。で、こんにちは、このコースで歩く距離はおよそ 2.7 キロ、だいたい80分かかるよみたいな。2.7 キロ、はい、最初の銚子駅でのミッションは銚子の地名の謎を解くことですと。で、駅前にロータリーがあるんで、この看板のところに行けと言ってるんで、はい、多分あれなんか看板、あれだよ、ね、看板あれか、どれか、ちょっと多分あれだと思う、あれかなっていう、はい、看板にちょっと行ってみましょう。行ってみますか、うん、はい、ようこそ銚子へ、犬吠埼温泉郷、銚子とともに歩む大学、千葉科学大学の提供でお送りいたします。提供されてないですお待ちしております。あ、これこれ、同じ。で、これアプリだから、はい、なんていうの、その位置情報があるじゃん、うん、でその位置情報のところに来ると、うん、チェックインって押すんですよ。はー、
で、そうすると、ついたようだねって。で、次のミッションが現れる。で、ちなみにこれ、ついてないところでやると、なんかここ違うよみたいなこと言ってくるんで、ちゃんとその場所に行って、位置情報でやらないと、次へ進めないと。ハイテクで、看板の写真を撮っておこう。だから、全然わかんないのよ。これ何が来るかっていうのを、はい、自分たちも。はい、次へ。看板の写真を撮ってください。多分これがあれだよ、多分ヒントになるから写真を撮っておいて、かわいいよ、看板かわいいよ、いいよ、その表情、その表情いいよ。あ、すげえ、撮影成功だとか出てきたんだけど、すごい、何これ、ハイテクハイテク。え、これ、ね、これで私の写真とかをこうやってピンってやってるの、モザイクがかかるだけだから。あ、そういう。あ、来た来た来た。では、駅前の道を利根川方面に歩いて、うん、銚子ジオパークビジターセンターに行きましょう。はい。え、どこ？利根川。はい、利根川。利根川？歩く？あ、え、引くぜ。引くぜ。最初から、初っ端から飛ばして引くぜ。じゃあちょっと。歩くのか車で行くのか、はい、ちょっと決めたいと思います、はい、この中に2つ入ってます、はい、じゃあ最初はマキナちゃんに聞いてもらいましょう。はい、はい、じゃあ何が出るかな、何が出るかな、それは最初だけ歩こう、最初だから歩こう。では銚子ビジターセンターに向かっていきたいと思います。歩いてじゃのいや、これさっきの看板だけどさ、はい、今現在地がここでしょ、うん、で銚子ビジターセンターがここ。ちょうどいいんですけどね。ちょっと待って、だってこれが1キロっすよ。1キロ、いや、だ 2.8 キロって言ったから3キロくらい。え、もっとある？3キロぐらい。とりあえずどう行く？はい、上に出て右に行く、はい、そうしますか。よし、はい、ちょっと行きますか。衝撃の事実なんですけど。え、何銚子は12万年前島だったらしいですよ。あ、そうなの。やばいですね、ここら辺ちょっと面白いですよ。まあぜひぜひ銚子、ジオパークはこういうのが載ってるってことね。あ、そういうことなんですね。あ、それは楽しそう。じゃあ行きますか。行きますか。歩いていくのかマジで。申し訳ねえ。ここからの撮影は牧野さんの提供でお送りいたします。そうですね。あ、シンボルロード。お、いや、これはちょっとここら辺だね。シンボルロード。あ、でもこっちの方で合ってるんじゃないですか。多分こっちか。だから、うん、上の方。今現在地、じゃ今こう来てるんだよね。そうですね。利根川、そう、利根川だってあっちから、あっちだったじゃん、あっちだった。そっか。で今こう来て、うん、こう行くっていう。この大きい道路は行けない。あ、こっちから行く、うん、あ、そう、分かります、分かりやすい、はい、かな。あ、でも川沿い歩いたら面白いか。そう、川沿い歩い分かりやすいかなっていう。 あ、でもちょっとなんか通ってるね。そうっすね。なんかとりあえず行きましょう。じゃあ川沿いまで行ってみますか。はい。いや、すごいね。要はこの川沿いに進んでいけばいいと。あ、すげえわ。いや、あ、でも海の香りがしますね。あ、うんうん、河口って感じ。我々はここら辺がビジターセンターだと思ったじゃないですか、うん、さっき、あ、利根川って言ってたじゃないですか。 あの時点でもう通り過ぎてたってことです。え、そんな近いの。うん、うん、帰ろっか。もう車を引きたいよ、車を引きたいよ。先生、車を引きたいです。召喚する。召喚したい。もうちょっと心が折れちゃった私これ。この今日一日続けていく自信がない。